自分はその生徒さんの気持ち知ったら分かりやすよ。え？テツは高校の時担任に卒業式まで学校に来んなって言われましたから。そっか、そうだったな。お前がいると教室の空気が汚れるって。担任の野郎、兄貴なんてこと。そういう扱いばっか受けてるといつの間にかどうせって思う癖がついちまうんですよ。はみ出した連中に世間は冷てですからね。だけど久美子はそういうはみ出した生徒さん方のために学校の先生になったんだろ。うん。だったら諦めないでぶつかっていきゃいい。そのうち生徒さんにも分かってもらえるよ。今までだってそうやってきたんだろ。大丈夫ですよ、お嬢は。そうだよね、諦めちゃいけないんだよね。ファイト。